ーアクションすなわち最強ってことで、今回は新たに登場した爆破系ライフルエクスプローシブリピーターライフルをご紹介。爆破、こいつは宝箱やフィールド脇で入手可能な通常武器、 NPC から購入することも可能。性能はというと、ハンティングライフルのような単発打ちに爆破がついたリピーターライフル。着弾点で直径建築1枚分ほどの爆破を起こし、直接当てなくてもダメージを与えられるのが非常にナイス。ダメージも紫レアで銅ダメ76、血腫138と強すぎもせず、爆破武器としては実にちょうどいいダメージ。さらにレティクルも狭く、 100m 離れた相手でもヘッショ狙えるくらい精密性は高めとかなりの優等生。ただし明確な弱点もあって、それは弾。使用する弾が大工芸弾ということがあり、連射して使いたいのにあっという間に弾切れを起こしがちのスタミナ貧弱くん。おい、もっと打たせてくれよ。あと建築ダメージも決して高くなく、ボックスにこもられると突破がきつい。だがしかし、そんな弱点も愛せるほど、このガツガツ爆破はマジで爽快、マジで楽しい。私この武器のリピーターになります。